ちづくりとは、町の建物を発展させることであるが、一般的にこの言葉が使われる場合は、既存の町をより良いものに作り変えていく人類の生活向上のための持続的な活動のことを示すために用いられることが多数である。ちづくりは、住民が主体となるか、あるいは行政と住民との協議によるもの、とも言われている。そのため、新たに町を 作ることを指し示す例に使われることは少ない。だが、町づくりは、道路や防災などのハード面、歴史や観光のソフト面、と多方面の分野で行われているため明確な定義をすることができず、論じる人によって様々な文脈で使われている。また、町づくり、町づくり等とも表記されるが、ひらがな表記が多く使われる。一般に町づくりにおいては、 地域の合意形成が重視される。上記のような課題を共通で認識するために、ワークショップなどの手法が用いられることも多い。ワークショップは、住民の合意形成を図るため有効な一つの手段であるが、すべての住民が参加することは不可能であり、参加しなかった住民が後から意義を唱える事例も見られる。そこで、多くの住民の声をより、街づくりに反映させるために、 インターネット上での議論を可能とする ICT の活用やちづくりの議論に参加していない、あるいはできなかった人々のところに出向き、意見を聴取するアウトリーチなど様々なちづくり技術の組み合わせによって多くの意見を組み、住民間の合意形成が期待される。地域の課題には様々なものがあり、地域ごとの特色が現れる。例えば次のようなものがある。 これらの課題でキーワードは主権者の権利及び責任としての三角の必要性から住民主体または共同今後も安定的な地域社会の存続を図る必要性から持続可能性衰退している状況からの脱却という意味で地域再生あるいは地域活性化地域振興という事柄が各となることが多い都市部においては住民に住んでいる 自治域を知ってもらうような活動も行われている。福祉の街づくりといった場合、バリアフリー化、ユニバーサルデザインなどのハード思考の話が出る場合と、ボランティア育成などのソフト面の話になる場合がある。これは現代日本のニュータウンの抱える問題そのものであり、住民の特定層が住みやすい街へと改善する活動である。構造マンションの計画や自然環境を破壊する。 開発計画に対する反対運動などをきっかけに、町づくりが考えられることも多い。建築基準法や都市計画法だけでは、住みやすい町を作ることができないのではないか、という反省につながり、自治体独自の自然保護条例、景観条例などが検討される場合もある。地方自治体の政策分野として、町づくりを掲げ、部署の名称、政策、事業の名称、 役職の名称が定められるとともに、職員の募集に際しても町づくり職人と形容する事例が見られる。それに伴い、町づくり条例と称する条例を作る自治体が多くなっている。内訳を見ると、自治体行政への市民の参加を規定する、もの、景観を規制しようとする、もの、地区計画づくりを支援しようというもの、開発許可の際に周辺住民が関与できるようにする。 もの自治体独自の開発、建築規制を行うものなど様々なものが見られる。歴史的建造物の保存も単に美術的に優れているという観点だけでなく、町の個性を作ったり、コミュニティの核になるという町づくりの観点から捉えられることが多くなってきている。町の方向性を地域特性や住民の考えを考慮した上、都市計画を作成し、 土地建物の建築改装の際に審査許可を行う。近年、地方公共団体の小企業で、都市開発公社や都市整備公社に代わり、町づくりを関した名称を有する企業が増えている。山形県住まい、町づくり公社、神戸住まい町づくり公社など、他一例は以下の通り、ありがとうございます。